謎の手の振り方。皆さんどうも。ラームさん星ありがとうございます。そうなんです、珍しいですね、私がこんなことするのは。この頭がすごい重たいです。レオ熊本さんも可愛い、ありがとうございます。博多の細麺さんも可愛い、ありがとうございます。毛多くね、そんなこと言う毛量が多いんですよ私は、はい、ツインテールってエリアのハーフツインはマジでしないよね、2回目多分人生でツインテールはするけど、ツインテールで配信もそんなしないかな。ラームさんかわいい、ありがとうございます。自分で結んだの、そうですよ、さっき。猫キャットさん、うーん、あー、タツノオトシゴありがとうございます。そう、さっき結びました、自分でエッチラオッチラやりましたよ。やりました自分で。猫キャットさん回ありがとうございます。大阪のターサさんも回ありがとうございます。うーん、何度かかんたかと言ってみてください。ちょっとわかんないので嫌です。猫キャットさん人でありがとうございます。私は目が悪くなりましたね、全然読めないです文字が。文字が全然読めないです。全然今すごい頑張ってこうやってなんか顔見せないと読めない、目が悪いんです。だからもう距離近めで失礼してます。文字大きくしても見えない感じ。今コンタクト入ってないんですよ、だから見えないですね。めっちゃ今すごい頑張れば読める、 目を使えば読めるって感じ。あのパッチあのみたいな感じで読めない。まあ普通に読めるわけですよ、読んでるってことは。でも全くもって見やすくない、もうすごく必死に読んでる。猫キャットさん馬ありがとうございます。GG もありがとうございます。白身ぐらいさん貝殻ありがとうございます。大変なのはこのお名前の方なんですよ。お名前はね、威力が薄いのでもっと頑張らないとって感じです。はい、今日はちょっと早めにやってみました。そう、今日は13日の金曜日ですね。13日の金曜日、待ってね、連絡返す。ニコラスさん、チアナゴありがとうございます。猫キャットさんとニコラスさん星ありがとうございます。なんですね、ちょっと待ってね。猫キャットさんバラありがとうございます。コバもありがとうございます。毛が出てきた。
今日もだいぶ早い時間にやりました。いつもよりも。みんなは何をしてましたか今。なう。私はいろいろやってショールームするかと思って支度をしました。そして今なんですけど、レオくんもとさんバラありがとうございます。ふん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 、なるほどです。電話が苦手なんですよ。緊張しちゃうんです、電話ってすごく。でも今日は電話しなきゃいけなくて電話してました。頑張った、偉いぞと言います。大阪のターソンさんもチンアナゴありがとうございます。電話はなんか電話苦手な人います？私すっごい苦手なんですよ。そう、すごい苦手で涙涙って感じなんです。猫キャットさん、なんだこれ、弁当箱ありがとうございます。みんな苦手なんだね面白い。得意な人いないのかな逆に。そう、なんか私はただ単になんか人と話す、なんだろう、なんかすごいわかんないじゃん。相手機嫌悪くないとかいつも思っちゃうから嫌いなんですけど、今日は頑張りました。えらい。でもね、やっぱり電話じゃなきゃダメな部分とかあるじゃないですか。メールとかよりも電話の方がいいよねっていう場面もあるし、早い迅速な対応を求められることもあるし、電話はできるようにならなきゃダメだなと思うんですけど、まあ全然私はできるのでいいと思います苦手だけどできる。電話はなんかいつもよりも声を高くするといいらしいんですよ。前どっかで聞いたんですけど、なんか普段の声で言ったらすごい暗く感じるから、ちょっと声を高くしないとダメなんですって。伊藤ごまさんハートありがとうございます。大阪のターサさんもハートありがとうございます。ね、そうなんですよ。だから頑張ってこう高くして喋ります。 それがおすすめです。そう、みんなのお母さんがそうなの？でもそれはいいんですよ。その方がいいらしいんです。なんかやっぱ暗く声だけだとすごい暗く聞こえるらしいんですよね、普通の喋り方だと。いつもよりもハキハキと声を高くイメージすると普通なんか暗くないって思われずに済むらしいですよ。だから確かに近くでいる人からしたらなんか突然声高くないって思うかもしれないけど、その方が電話越しだといいらしいです。電話で聞こえる声は機械で作った声らしいです。そうやない、だって機械から聞こえてるやん。大阪のターソンさん、なんだ、タツノオトシゴありがとうございます。レオくんもとさんもタツノオトシゴありがとうございます。そから頑張ってね、ハキハキ喋るんですよ皆さんも。あと声ちっちゃいとまず何言ってるか聞こえないから、大きな声で喋らないとダメですね。
猫キャットさん、チンアナゴありがとうございます。真面目にちゃんとやっております。えらい。友達と電話するときとかはね、どうでもいいと思うんですけど、ちゃんと大人と電話するときは自分も大人にならなければいけません。こんなハーフツインとかしてる場合じゃないんですよそう、ちゃんとね、子供だから何でもいいっていうことはないんですね。頑張りましょう、みんなも。まあもうみんなは多分大人なんで、よりダメですよ。私よりもちゃんとしないとダメ。そういうものですから。頑張ってください。と、伊藤ゴムさん、人でありがとうございます。なんかこの画面で人でめっちゃお金低くない？難しいね。猫キャットさんもハートありがとうございます。なんでハーフツインしてんの？してもよくない？ダメですか？電話でハーフツイン見えないや。そういうのはね、ヘリクスって言うんですよまあ普通に精神的な問題ですかね。別にいいけど、私は許可ですか。すいません、すいません、失礼してます。終わる。別に私の髪型はね、誰かにしてもいいですかって聞いてしてるわけでもないんで。あー、いつかお団子してほしい。お団子難しい。私自分でできないんですよ。いつか練習してできるようになったらしようと思います。お団子髪の毛長いと難しくないですか。なんかすごい落ちてきちゃう、ボソボソになっちゃう。であとお団子したらもうこれくらいまで下がらないとダメだから、今これじゃ何も見えないちゃんとコンタクトつけてる日にね、お団子は挑戦してみようと思います。大阪のお母さんさん、似合う、ありがとうございます。ヘタッピさん、いいね、ありがとうございます。シューマイヘア、何それ、初めて聞いた。どういうやつですか。ポニテもめっちゃ似合う。ポニテの方がね、私的にはいいです。椅子がうるさいですね、今日も。今日は早く寝て早く起きたんですけど、なんか猫の動画を見ながら寝落ちしました。幸せだった猫ーと思って、もう本当に超可愛かった。にゃごにゃご言いながらね、すごいニヤニヤしながら猫の動画を見てました。名前なんていうの、若菜です。書いてないっけこれプロフィールに、名前の読み方とか書いてる気がするけど、やばい、めっちゃお腹減ってきた。お腹鳴るかもしれんね。書いてないんだ。それ知らないね。若菜です。シューマイヘア、セアムルが時々声になってる組だった。ああ、この間やりましたやん。この間やりました。もはやその男の間安心しない。それは嘘。私だっていつか普通にここじゃないとこで配信したら椅子の音しませんよだからその安心しないのを直しておいてください、それまでに。お、54日です。こっちでやればいいんだ。54日。ありがとうございます。ありがとうございます。54日です。パチパチと。ニコラスさん、ハート100個ありがとうございます。猫キャットさん、拍手ありがとうございます。
ビーバップ団長さん、辰野年後ありがとうございます。大阪のターさんさん、ブラボーありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。レオくんもとさんもいいねありがとうございます。ありがとうございます。ヘタッピさん拍手ありがとうございます。クラウスさん、人でありがとうございます。マジでさ、ここだとさ、人でわかんないの。これオレンジの星ってあったよね、昔から。なかったっけ、なかったっけ、あったっけ。ほらこれ赤みたいなやつ、すごい難しいです、ね、人手と星の区別というの。人手の方が細いのかな、ちょっと難しい。そうだから難しいなって思います。別にね、私はここで、このここに画面出てるものじゃなくて、この何履歴みたいなところで見るから見れるんですけど、難しいよねちょっとね似てるやろ。竹やんさん、辰野年子ありがとうございます。最初星かと思ったもん私。そうだからね、ここで見たらね、わかんないんですよ。竹やんさん、辰野お年子ありがとうございます。そう、でもこのタイムラインってところに出てきたものを読むんですよ私いつも。それは多分全部出てくるはずなんですよね、コメントもギフトも。だから私はタイムライン派です。クラウスさん、貝殻ありがとうございます。お腹いっぱい食べたい食べ物教えて。肉。レオくん、元さんハートありがとうございます。 MSN さんもハートありがとうございます。焼肉が食べたいですね。焼肉をお腹いっぱい食べたいです。あのでもなんていうんですか、家でやる焼肉じゃなくて、あ、ちゃんと本当焼肉屋さんのやつ今日のおメイクメイクにおってつけると初めて聞きました。 MSN さんハート100個ありがとうございます。お肉食べたいです本当に、マジで。私超焼肉好きなんですよ、実は。実は焼肉大好きマンなんですよね。アイキーマンさんハートありがとうございます。伊藤ガマさん、辰野お年子ありがとうございます。お疲れ様です、はい、お疲れ様です。このお疲れ様ですっておすすめコメントですよね謎マジで。日常生活でお疲れ様ですって仕事の人以外に言うことなくない？焼肉食べたいです。あーでもダメ、お腹が鳴るから。初見です、さて初めまして。そう、美味しいですよね。あんまでも食べに行かないです私は。なんか何、外で食べるのがあんま好きじゃないんですよ。なんかあんま好きじゃないから、外でしか食べれないもの以外は基本持ち帰り派ですね。持ち帰りか宅配出前かって感じです。なんか好きじゃないんですよね。落ち着かないです、外は。自分の家で食べたい派なんですよね。焼肉とかはやっぱりその場で焼いた方が美味しいから食べに行った方がいいんでしょうね。私はお弁当買っちゃいますけど。なんか消える、まあいいか、できました。そうなんですよね、お家で食べた方がやっぱ服着替えのめんどくさいじゃないですか部屋着でさ生きていたいじゃん。だから
私はおうち派なんです。あ、普通に可愛いね。すごい、ありえないぐらい笑ってる。これ思ってないんですかね。ありがとうございます。そう、でも外出んのもめんどくさいからねだから結局家のご飯を一番食べることが多いですね。そうなんですよ。でもお外で食べるのもまあ楽しいっちゃ楽しいですよね。外食、お友達とは外食の方が多いのかな。あんま友達と家でご飯食べないかそれはどういうことってなるもんな。だからお友達と食べるときは外食ですね。私はあれが好きなんです、ビュッフェがすごい好きだから。でもあんまお友達と行くときにそれは食べないか。昔は食べてたけど福岡来てからは食べないですね。そもそもビュッフェをあまり見ない。どこにあるんだろう、分かんない。昔は何だろう、なんか遊園地のとことかくっついてるやつとか食べてたけど食べてたけど、福岡はそもそも遊園地が全然ないですよね。福岡ないのか、スペースワールドだっけがなくなってからないのかな。だからないですね。グリーンランドも確か損じゃなかった。私はハンバーグ屋さん食べた気がする、記憶がないけど。だからそういう時に食べるんですよ私は。だからね、あんまりですね。ハーフチン頭痛くなる頭痛くなるんだけど、グリーンの中も知ってますよ。今福岡の話終わったんです、なかったから。福岡はないねじゃっていう話です。知ってます。待って、なんかいい匂いする。うん、もっとね私は作ってほしいです、遊園地を。遊園地を作ってください。ジェットコースター乗りたいです、よろしくお願いします。そう、あんまりさないよね。でも作ってほしい遊園地。1回もなくなるしね。行ってみたかった。ちょっと頭痛いから撮っていいやばいの見て、こんな感じになるの。頭痛い、よいしょ。あ、スッキリした。あ、とってもスッキリしました。あ、痛かった痛かった、頭が痛かった、すごく。バレる感じめっちゃある、超痛いの。本当に本当に痛いの。私は苦手なんですよ、髪の毛結ばれるのが。あ、すっきりした軽くなった気がする、頭がすごく。人によると思います。痛い、痛くないなと思う人もいるかもしれないけど、私は痛くないですね。あ、痛いですね痛いですね。そう、痛いんです。ドライフ遊園地は、ドライフ遊園地っていうのがあるんですか。太宰府行ったことないんですよね。いつか行ってみたい場所。あ、本当だ。おいしそう。マルゲリータピザが乗ってる。あ、これ赤ちゃん用だ。ここは。ふむふむ、アトラクションかわいいじゃん、スリル系かわいい。私行ってもいいのかなこれ私行ってもいいのかしらって聞きたくなるくらい
ちっちゃそう、全部が。子供たちが、可愛い子供たちの遊ぶ場所なんですね、きっと。可愛い。知らなかった。太宰府行ったことないんですよ。いて、ピザ食べたい、わかる。ジェットコースター乗りたい。え？あ、びっくりした。そう。遊園地に行きたいですね。もうかれこれ何年行ってないでしょうか。何年は乗ったか。1年くらいは行ってないと思います。もうちょっとかな、1年半くらいかな、てないと思います。本当になんか普通の遊園地でいいんですよ。ジェットコースターがあってみたいな、行きたいですね。タッピーさん可愛い、ありがとうございます。遊園地でクレープ食べたい、わかる。なんか遊園地で食べるクレープって普通のクレープの2倍美味しいですよね。そう、ジェットコースター行きたいです。乗りたい、叫びたい。角平さん、初の年号ありがとうございます。何クレープが好き？私は結構シンプルなやつが好きですね。だからクリームとチョコとかバターとか、そういうなんか結構シンプルめが好きです。クレープ食べたい。自分のお家で作っても美味しいけどさ、なんだろう、やっぱ下手ですよね自分だと。なんだろうな、やっぱりあの台で作るやつ、あのなんかくるくるってして作るやつじゃないとダメやなって思いますね。自分で作れるよ、そういうキットとかがあります。でも難しいですね、やっぱりムラができちゃう。厚みが均一じゃないし、焼きムラももちろんできちゃうし、サイズも大きくできないし、難しいです。すごい。孔明さん、辰の年号ありがとうございます。貝殻もありがとうございます。でも私がめっちゃクレープ好きだから、昔はよく作りましたね。クレープ屋でバイトしたかった。私はどっちかって言ったら食べたい方なんで、そこまで作りたい欲というのはあんまなかったですね。でも楽しそうだなとは思います。たこ焼きの話してないです、あんまりですかね。そこまでクレープ作りたいとは思ったことなかったですけど、まあ別に確かに楽しそうではありますよね。まさみやさん、アイスありがとうございます。そう、アイスが入ったやつも美味しいよね。特別感がありません、アイスが入ると突然。だからアイス入りも結構楽しいんじゃないかなと思います。でもお腹痛くなりますよね、アイス。意外と、なんだろう、クレープに入ってるやつって一気に食べちゃうからかな、難しいなって。
ほんのりあったかい方がいい派、まあ、そういう人もいますよね。でもアイス入っててもあったかくない？あったかいけどアイスが入ってるって感じだと思います。多分その全部が冷たいわけじゃないですよ。そのあったかいのと冷たいのが混ざってるから美味しいんですけどね。まあ別に強要しないし強要されたくもないですね。こんな感じですね。みんなにアイスが入ってないと食べちゃダメとかは言わないです。全然みんなの食べたいものを食べればいいと思います。だってそうじゃなかったらさ、全部にアイス入ってるか全部アイス入ってないかになっちゃうもんね。それはちょっとつまんないもんね。やっと若菜のぶどうゲットできました。おお、まだ配ってたんや。夏休み感のあるこの海に行きたくなるタイプのアバター。ヘタッピさん花束ありがとうございます。海に行きたくなりますよね、こういうの見てると。楽しそうですね。私はマリンスポーツ全般、まあ正直スポーツ全般できないんですけど、ゲームのあのマリンスポーツは超得意なんですよ。え、本当に私って天才なんかなって思うくらい得意なんですけど、だからこそ私はマリンスポーツはしたいなって思っちゃいますね。ゲーム上では天才なんで、超上手なのに。なんでゲームでできるのにさ、リアルでできないのかが分かんない、はてな。いいんだ、私はゲームの世界に生きていくから、ゲームの世界でやっていきます。ありがとうございます。もう画面から出たくない画面の向こう側に行きたい。私大好きなネタがあって、なんかあのね、恋愛相談みたいなやつをした時に、私はしたことないんですけど、なんか結構 YouTuber さんとかがさ、恋愛相談のやつとかする時に、まあ多分その人は全く求めてないし、こすられすぎてもあんま面白くないんですけど、もうなんですけど、初見でめっちゃ面白いのがあって、あのが大好きな人がいるんですけど、恥ずかしがって画面の向こうが出てきてくれませんってやつは大好きなんですけど、もうちょっと擦られすぎかなって最近は思うようになりました。でも大好き、めっちゃおもろい。普通に考えて最初見た時は何の話してるのか分かんなくて、どういうことみたいなかと思ったら、あ、二次元かと思って超面白くないですか。そっかと思って、その画面の向こうから出てきてくれないよねと思って、確かに確かにって思いました。では熊本さん、金魚ありがとうございます。そうだから、なんかいいなと思って、まあ、私やったらゲームの向こう側にしたいですね、一緒に出てきてもらうんじゃなくて、私は行きます、むしろ。いいよね、楽しそう。でもゲームの世界、ゲームの世界は大変そうですよ。ゲームの世界に行きたいですね。ふんふん。そう、私人の恋愛相談聞いたりするのめっちゃ楽しいから大好き。なんかその動画とかで恋愛相談の動画とかめっちゃ見ちゃう、10回くらい繰り返して見ちゃう。楽しいもんだって、なんかああその悩みがあるんやと思って、ふんふんって、私やったらこれねとか言って余計に首突っ込むのが大好きです。誰も聞いてないけど。大阪のターソンさん、人でありがとうございます。まさみやさん、あーなんだこれ、チアノがありがとうございます。マジで分かんなくなっちゃう言葉。マジ、え、恋愛相談とか聞くの超楽しくない？大好きなんだけど、私友達の恋愛相談とかもめっちゃ聞いちゃう。え、超楽しくて、あの適当アドバイスかましちゃいます。そう、でも私は少女漫画で学んできたから、あんま読んだことないけど、
少女漫画と恋愛小説で学んできたからもう何でも分かると思います。女の子は恋物好きやな、だって楽しいやん、なんかキュンキュンしません、え、そんなことをするんですかみたいな感じで超楽しいから首突っ込んじゃって。猫キャットさん、誰も100個ありがとうございます。逆に男性は恋物嫌いなんですかね、あんま変わんないと思う、みんな好きやろ恋物、結局そういうわけじゃないの。でもなんかあれですよね、答えのないものを話すのは楽しいなと思います。でもそれは結構言いますよね、女性のとか男性のとかうんたらうんたらみたいな。そう、もう楽しいんですよ恋愛相談は。ニコラスさん、金魚ありがとうございます。ヌクキャットさん、いいねありがとうございます。お話し会で相談してもいいですか、え、もう全然してくださいマジで。も私多分誰あの相談してくれた人に対して全肯定とかできないからあれかもしんない。うん、あの割と分かる私もねとか言うタイプじゃないかもしれない。なんか結構ちゃんと問題ここがダメだと思うとか言っちゃうかもしれないけど、それで良ければ全然してマジ楽しみに待ってます。解決してあげた事例は、え、結構ありますよ。話せるネタがないよ、いやそれな、あ、いやそれな、全然それな。だから私は全然あれですよ、だから人のやつを聞くことしかないですね。それな、悲しいよな、なんだろうね、なんか持ちネタがない時ってすごい辛くない？それは辛くない？人の声を聞き流すと思う、もったいない、楽しいのに。全否定はやめてあげて、全否定はしませんよ。それが全否定だったら全部その人が悪かったら全否定するかもしれないけど、そんなことないじゃん。なんか相談事って大体どっちかとちょっと悪くて、どっちかもちょっと悪くてっていうやつじゃないですか。全否定はしませんよ。あなたが悪いです全部とかは言わないです、多分よほどじゃない限り。楽しいのに、私大好きなんですよね。まあでも多分別に男女で分かれてるわけじゃないと思う、好き嫌いって。女の子でも嫌いな子いるし、男性でも多分嫌い、あ、好きな人もいるんじゃないですかね。人それぞれですね、全部人それぞれになっちゃいますね、大変だわ。だからまず楽しいんですよ。で、恋バナを聞いた時に私ほとんど相談はあんま受けないですね、普通にのろけ話を聞いてキャー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 言うっていうのが楽しいです。そう、学校のお友達とかになんかできたとかこうやって聞いて、この間ねどことか遊びに行ったのって言って、へーとか言ってお喜びするっていう、なんか近所のおばちゃんポジションですね私は。あんたたち最近どうなのよってこう聞いて大盛り上がりするっていうのが楽しいんですけど、その楽しみは分かってくれない人はいると思います。私はもう置いてきますよ、人たちはもう全部ついてこれないなら私はもうそこには関わらないでいます。楽しくないんだ、そうか、じゃあ待っててするしかないよね。そうだから楽しいですね、やっぱそれが楽しいんですよ。もちろんこういうところが良くないんだよねって言われて、ああそっか、じゃあこれはこうしないとねって言ったりはするけど、なんだろう、基本的には楽しい話したじゃないですか。そんなねずっとさ苦しい話なんかしたくないじゃんね。だから基本的に楽しい話ばっか聞きます、楽しいです。でもお友達の話とか聞くと結構片思い中とかの時の方が話が盛り上がるんですよ。今日喋ったのとか聞いて、え、嘘みたいな、え、今日声かけなよとかいう話をするのは楽しいんですけど、付き合っちゃうと結構苦しい話とかが多くなる気がするので、みんなも気をつけてください。よっちゃんさん、辰の年後ありがとうございます。よっちゃんさん、あれも貝殻もありがとうございます。若にゃんとって理想の告白は、なんだろう、なんかフラッシュモブとかはちょっと無理ですフラッシュモブとかされたらちょっと無理ですかね。あと大勢の前でやられるのも嫌だと思います。断りにくいじゃないですか、なんか普通にね、あの断れない状況を作って告白するのはすごい卑怯だと思うから、そういうのじゃないだったらいいんじゃないですかね。あとあのなんか電話とかメールとかちょっと無理です、本当か嘘か分かんないし、ね、なんか普通にちゃんと会って、普通のもうごく普通でいいと思います。
わかんないけど。失恋の話は、失恋の話は気まずくなるからあんましないかも。でもあしたりしますよ。それは失恋した後にさ、え、誰々君とどうなったのとか聞いた時にさ、あ、そうなんだよねって言われたら、あ、そっかそっかっつって話を聞きます。友達と好きな、同じ人好きな人だとどうする？しょうがない気がする。どうもできなくね。え、どうす、どうするみたいな二人で相談するのかな私は好きなんだよねとか言って二人で相談するのかなわかんないんだけど、なんでわかるんだろう、友達と同じって。あ、相談とかされるのか。まるまるくんのこと好きなんだよねって言って、私も好きなんだけどって思ったら、その友達のことが大事だったら言った方がいいと思う。私だったら言うかな、私も好きなんだよねって。それで喧嘩してもちゃんと話したら仲直りできると思うから、それで姑息にさ、じゃあ先に告白するぞとかいうのはダメだと思う。映画館貸し切りでスクリーンで告白とかは、そもそも映画館貸し切りするって言われたら映画なんか見に行かない。普通になんか冷める、普通、え、やばみたいなどうしたらやばって思っちゃうからしないですね。そんな、そもそも映画館に行かないです。断る考えあるのなら、え、だって逃げ道がないの嫌じゃないですか嫌じゃない、逃げ道がないの。だってそのクラス中のど真ん中とかでやってさ、え、いや無理ですとか言ったらかわいそうじゃないですか、相手が。だからそういうのは良くないと思います。その男の子が自分のこと好きだったら、自分のこと好きだったらそれ知らなくないそれでその男の子にさ、あの子もあなたのこと好きだからあの子と付き合ってほしいとか言うのもおかしいやろ。それ知らないよね。その子と付き合うしかないと思いますどうなんだろう、わかんない。あんまなんかないそういうこと、結局あんのかな、どうなんだろうね。仲いい子と好きな子が被るのはあんまなさそう。他人と被るのはあるだろうけど、他人はねどうでもいいよね、ぶっちゃけ他人と好きな人が被ったところでね、他人だったら別にね何ともないですけどって思っちゃうけど、仲いい人だとちょっと辛いよね。確かに3引く2だ、悲しいね。どうしてイケメンばかり持ってるんでしょうか。泣いた、みんなイケメンが好きなんですよ。それはだから持ってるんじゃないですか。それか中身が綺麗か、分かんない。でも人の好みっていろいろあるくない？かっこいい、かわいい、かわいいもさ人によるじゃないですか。あの子かわいいと思ってちょっとさ、全然かわくないじゃんっていう人もいるし、男の子バージョンもあるだろうし、どうなんだろうね。でもなんかあれじゃないですか、学生時代とかはさ、わからん、学生時代の話しかできんけど、学生時代だったらさ、なんか何とか部はモテるとかありませんでした？なんかサッカー部はモテるとか、水泳部はモテる、バスケ部はモテる、バドミントン部はモテる、陸上部はモテるとか、なんかそういうの、なんとか部がモテるみたいなあるじゃないですか。そういうじゃない、流れじゃない、流行り。なんとかかんとか好きなんだよねと相談してるうちに相談相手が好きになっちゃうとか、それはだってもうね、それはもう好きになっちゃったら好きなんだよねって言うしかない気がする。ほら適当なんだよ全部アドバイスが。オタク同士で結婚までって話聞くとほっこりする。いや、ほっこり、それはもう世界平和。ちょっとそれなんか嬉しくない？それは嬉しいと思うね。幸せ、趣味がさ同じやとほら楽しいじゃないですか、話すのとか。だからいいと思います。サッカー部もそうですね。サッカー部はなんかモテる傾向にある気がします。なんでかわかんない、サッカーしてるとかっこいいんじゃないですかわかんないけど、なんじゃない。でもほら大体さ少女漫画もサッカー部が男の子、なんていうの、ヒロインの彼氏、なんていうの、あれメインの子、主人公だからあれじゃない。なんなんだろうね。だからやっぱ学生さんはサッカー部に入るのがいいと思いますモテたきゃモテたきゃサッカー部かバスケ部のイメージがある。女の子もねバスケ部モテるんですよ、私の学校はね。とやっぱりマネージャーかな。だから女の子やったらやっぱマネージャーになるのがいいと思います。私は嫌でしたけど、マネージャー大変そうだよね。女の可愛い日は罠だよね。ちょっと
どういうことかちょっと分からん。どういうこと、可愛いヒョウバナって。テニス部の子快活、分かる。なんかテニス部の子快活、なんか元気で可愛い、元気系可愛いですね。やっぱ明るい子がいいんですよ結局、男女ともに。明るくて話が面白ければモテると思います。永久補欠だと思ってない。そうなんだ、永久補欠なんてことあるの。練習したらかわいそうだけどね。どうなんだろう。初見です、はじめまして。はじめましてです。帰宅部はモテない。じゃあ帰宅部はやめましょう。でなんかなんだろうね、あるよねそういうのが。やっぱね、運動とかしてるとかっこよく見えるじゃないですか。ほらあるじゃないですか、彼女になれますか。でもさ、バスケットのインターハイ応援に来てとみたいな感じで、こう試合に見に来てよみたいな、あら少女漫画でもあるじゃないですか。ああいうので声が生まれていくんじゃないですか。どうなの。わかんない。でも帰宅部でもモテる子はモテると思いますよ。結局人間性だと思います。多分部活で変わることってあんまないんですよ。その部活に集まりやすいってことなんじゃない。そうと思います。だって多分明るかった子が突然暗くなったりとか、まあそういう事情あるにしろ、その原因が部活ってことないと思うんですよ。だからでもその部活によってなんか空気にさ、こう感化されちゃうっていうか、変わっちゃったりとかするじゃないですか。だから集まりやすいんだと思います。なんとなくそういうステレオタイプが出来上がってるだけで、はい、頑張ってくださいみんな。ファイトファイト。まあでも全然もう関係ない人もいるか、そういう人はもうお幸せにという感じですよ。ええ、このシュートが入った俺と付き合ってくれ。あるよね、私それの告白多分やだわ、逃げ道ないからそれ。でもそれさ、告白って皆さんも絶対相手も自分のこと好きやんなって思ってからさ告白するわけじゃん。ほとんどの人はそういうことじゃない、当たって砕けろみたいな感じのさ、もうよほどえみたいな感じの変わり者じゃない限り、自信があって相手からもちょっとこう思わせぶりというか感じるのがあって告白するわけじゃないですか。そういう状況だからそういうことを言うんだろうね。私だったら無理だと思う。だからやっぱあれだと思います、みんなまずなんとなくこう相手も自分のこと好きなんかなと思ってから告白するわけじゃないですか。だから告白失敗するってあんま聞かんもんね。だって告白失敗するって結構あれじゃない、相手ひどくない。相手ひどくない。だってさ、ちょっと思わせぶりの態度するから告白したわけじゃん。全然好きで付き合う気もないのにさ、あ好きじゃなくて付き合う気もないのに、その気持ちに絶対応えられないのに思わせぶりな態度するのはもうその人が悪い気がすると思います。私だったらそれは相手がひどいって私は言いますね、いつも。よっぽど勘違いしちゃう人じゃない人じゃない限り、多分そういう理由があるわけだよね。だってさ、みんなさ好きな時に告白しないじゃないですか。え、もしかしたら好きかも、好きですっては言わんやん。多分もうそこからこうちょっとずつさ、おしゃべりをしたりとか、なんだろう、ちょっとわかんないけど、なんかいろいろしたりして、もしかしたら相手も私のこと好きかもしれないと思って告白するわけだから、それ相手が悪いですね。相手のせいにしましょう全部。だって思わせぶりの態度だったじゃんって相手のせいにしてしまいましょう。そして楽になりましょう。ね、それがいいと思います、おすすめです。逆に告白するときはちゃんと本当に相手も自分のこと好きなのかしらっていうのを思ってからか、それか当たってくださいって感じ。バイバイファイトって感じです。祈ります、成功を。いるんか告白する人、今から告白しようかなって思ってる人いるんかな、この中に。私応援しているよ、いつだって応援しているみんなの味方だぜ。もう砕けすぎて粉々です、かわいそう。
で、それをね、いつかね、ちゃんとくっつけてくれる人と出会ってください。ファイト、ファイト。なんかあれらしいですよ。なんか恋人ができないって言う人、あ、探そうとしてないらしいです。頑張ってください。でも今は難しいですよね。合コンとか開けないだろうし。今どうやって出会うんだろう。アプリかな。20歳ぐらいは初見でずっと前から愛してましたとか言ってたな。嘘じゃん。それはね、モテないですよ。分からんけど、モテてたかもしれんからすごい真っ直ぐなこと言っちゃった。それはね、ダメですよ。ちゃんと本当のことじゃないと。告白する予定は入ってないです。大丈夫、私まだみんなの味方だよ。で、マスクで顔見えない。確かに。でも顔だけでさ、決めるわけじゃないじゃん、好きって。でも結局さ、なんか私の友達とかも、なんか好みの子はこうで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 っていう人とは結局付き合ってないんですよ。あれ、これが好みって言ってたじゃんとかよくあるんですよ。だからあれですね、意外と自分の好みじゃない人と付き合ったりとかすると思います。そんな気しません？自分のタイプのとかも、お付き合いしてる方やの結婚してる方がいる方々に質問です。あ、付き合ったことがある人にも、意外とさ、自分のタイプと全く一緒ってなってないことありません？なんていうの、難しいな。自分のタイプドンピシャっていう人とあまり付き合ってなくないですか？どうなんだろう、これ私の友達だけなのかな。私はそんな気がします。ねえ、推理。意外とさ、なんか性格とかだと思うんですよ、顔とか言っても。もちろん顔も大事ですよ、多分ね。でも多分ほとんどの人は結局決め手は性格だと思うんですよね。推し以外に好きって言ってないね。最高ですね、最高。好きになった人がタイプとよく言った話だよね。でも実際そんな気もしません？分からんけど。分からんけど、そんな感じない？そうなので、皆さんもね、私理想が高いんだよねとか言ってても、意外とそうじゃない人と出会ったりもするから大丈夫ですよ。応援してます。ファイト、ファイト。みんな恋してますか最近？そのもう恋する必要がないって置いといて、恋しなきゃいかん、恋したいな、恋できるよって人は最近恋してますか？どうですか？もう全部教えてください私に。全部教えてください私に。話してた楽しい人と付き合ってた。あ、確かにそれが一番かもしんねえ。話しててさ、なんだこの人楽しくないなって言うとさ、話したくないもんね。確かに確かに確かに、そうかもね。そう、皆さんもね、ぜひ恋してください。応援してます。え、マジ私本当に話聞きたい、そういうの。もう枯れ果てても。悲しい。それは初めまして。人を恋せえと思う気持ちは時の彼方に忘れてきました。あらら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 ら、持ってた方がいいと思います。なんだろうね、なんか別に恋愛とかじゃなくても、恋しいか愛おしいなと思う気持ちはね、取っといた方がいいと思います。なんだろう、そういう気持ちがないと優しくなれないと思うんですよね、人に。私は今は家族とか HKT がすごい愛おしいなって思うんですよ。だから私は優しくなれると思うから、優しくなるためにもね、大事だと思います。取り戻してきてください。取ってきて今から。取ってきてください。ちゃんと全部拾ってきて。ちゃんとなくさないでください、その気持ちは。
しましょう。でもいいな、恋バナ聞きたい。みんな恋バナ集めてきてください。自分で探してきてください。無理なんだい。そんなね簡単に恋するもんじゃないと思うけど、恋したら教えてね、私に全部聞かせてください。やばい、楽しみすぎる。マジで。でもさ、昔は大人の恋愛って憧れてたんですよ。なんかかっこいいじゃないですか、会社とかの恋愛とか、社内恋愛キャンみたいな。まあダメなとこも多いけどさ、社内恋愛ってなんか大人でかっこいいなみたいな、一緒にご飯食べに行ったりとかかっこいいなって思ってたんですけど、なんか今思ったら学生時代の恋愛の方がなんか未熟だし子供だしなんかいいなと思ったんですよね。戻れない過去、汗汗、青春だなと思ったんですよ。なんか席替えとかでさ、いちいちさ、なんかあー離れちゃったとか近くだったとか言うのって超可愛いなと思って、部活ですれ違うとかさ、なんかえってな、もうだって二度と経験できないじゃないですか、席替えなんてね。わかんない、会社って席があるんかな、わからんけど、だからそういうのはすごくよかったんだなって思って、なんか昔は本当に圧倒的にね大人の恋愛に憧れてたけど、ダメですね、やっぱ昔の方が良かったんじゃないかなとか思っちゃいます。解雇解雇よくないですね、解雇中。もう過去はもうどうにもできないんで。席替え、席替えってやばくない？最高のコンテンツだと思う、席替え。恋愛小説とか少女漫画でも席替えがマジで一番盛り上がるから、結局はい、席替えがねマジでマジでマジで大体恋の始まりが席替えですから、トン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 、やっぱ席替えがね、席替えがいいんですよ。学生として一番いい、なんだ、学生の恋愛がいい理由はもう一番席替えですね。席替えが良かったよね、席替えがいいんですよ。席替えは本当にもう席替えが好き、私はむしろ席替えの方が好き。うん、うんとか言って、失礼しました、電池がなくなりました。そうだから席替えがね、ご飯さん拍手ありがとうございます。もう電池が少なくなっちまったので、もうそろそろですかね。そうなのね、視力あると席替えイベントって、確かに私席替え全部一番前に願ってます。もう一番前にしてくださいって言ってた。私席替えの良さにあんまし触れたことないですね。一番前お願いしたから。でも私はね友達がいなかったんで、もう願ってました、ずっと、どうか隣が友達ですようにって、お願いしますお願いしますお願いしますって言ってました。好きな人の隣がいい、後ろがいい、前がいい、斜めがいい。前は絶対、前は嫌だ、好きな人の前は無理だな、私は。見られたくないじゃないですか、あんまり。だから後ろかな、斜めはちょっとよくわかんないですね。斜めは何度も思う、でも私人に触ったことない、学校で名前も呼ばないかも。ねえねえしか言わない呼び方。ねえうん、それかプリントとかでパンパンただふかしかせない。窓側は日に焼けるし暑いから嫌ですね。私は一番目がやっぱ一番前が好きですね。だって落ち着くもん、ちゃんと真面目に授業を受けれるし、受けたくなかったら喋れるし、あの周りがうるさくて声が聞こえない、先生の声聞こえないことが絶対ないし、寝てたら起こされるし、いいと思います。真面目だなって思われる、やっぱこう先生に好感度が高いのが一番大事なんで、世界で。そうだから私はいいと思います。どうだろう、どこがいいんだろうね。あ、でも斜めとかもいいかもしれない。斜め後ろ、斜め後ろやったらいいかもね。結局後ろの方がいいんですよ、結局ね。斜め後ろは確かにいいかもしれない。そもそも学校の席がどんな感じだったか思い出せないんだけど、大丈夫そう大丈夫そう私。あー、どんなだったっけ。斜め後ろってどういう形式なの。
ちょっと今思い出します。頑張って。わからない。やっぱり斜め後ろいいかもしれないですね。あー、あれじゃない、斜め後ろで自分のなんかこことここじゃないですか。でこことここがここのこのこの三角形が仲良かったら話す話にも入りやすいし、いいんじゃないですか。どうこれ、私のこの最高の案。ここ3人が仲良しのここだったらここで話すじゃないですか、3人で。そしたらここからも入りやすいから会話もしやすいし、いいと思います。どうでしょう、提出。でも結局結構クラスってすっごい遠くでも話しません？懐かしい、そんな感じだった気もします。なんで三角関係なの、仲良しって言っただけじゃん。恋愛面じゃないよ、普通の仲良し、仲良しさん、ね、懐かしいですね。私結構遠くの人も話しましたよ、全然。手紙とかも回さないもん。すんごい大きな声で話してました、みんなで。本当に昔はね。そっからその最初の席が私はね決まってるので、名前順なんで、その時以外は全部一番目をお願いしていますね。好きな子の近くの席じゃなくても好きな子の友達と近い席ってチャンスだよね。なんで仲良くなれるから、間接的に。何やろ、でも私あれね、だった自分のさご飯の時間にさ、うちご飯自分の好きなところで食べれるっていう時もあったんですよ。そういう時に自分の席座られるのめっちゃ嫌で、え、なんか嫌じゃないですか、こぼされたらどうしようとか思っちゃって。だから使わないでって言ってました。机は絶対無理みたいな、椅子だったらまだいいけど机はマジで無理みたいな、終わったら拭いてみたいな感じでした。嫌なやつ。だから友達がいなかったのかなって。そう、絶対嫌でしたね。あとなんか変なとこに持ってかれるから机、それもそれで嫌だ。あ、基本物とかして自分の席で自分でご飯食べたいの、絶対。だから周りが友達が良かったですね。周り友達だったらさ、はい、そこで集まろうってなるからいいじゃないですか。そう、好きな子がその友達のとこ来るから話す機会増える。確かに。でもそのすごいね、そんな頑張ってもらって、それはやばいね、青春。これが尊いぜ、てて素晴らしい気持ちになったところで、私の充電がないのでそろそろ終わりにしようと思います。これショールームいつも終わり時わかんなくなって、私突然話す際切って終わっちゃう。はい、じゃあランキング読もうと思います。13位よっちゃんさん、ありがとうございます。12位おにぎり村長さん、ありがとうございます。11位おたまるさしこさん、ありがとうございます。10位とみょさん、ありがとうございます。9位とうごまさん、ありがとうございます。8位がまさみやさん、ありがとうございます。7位レオ熊本さん、ありがとうございます。6位ラームさん、ありがとうございます。5位ヘタッピさん、ありがとうございます。4位博多の細麺さん、ありがとうございます。3位ニコラスさん、ありがとうございます。2位が猫キャットさん、ありがとうございます。1位が大阪のターさんさんです、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。それではね、あ、結構1時間くらいやってましたね、私なんだかんだ言って。それではまたどこかで配信をして、それまでに皆さんは恋バナを見つけてきてください。まあんましないと思うけど。それではね、じゃ皆さん青春を思い出しながら今日寝てください。じゃあおやすみなさい、グッバイ、バイバイ、ありがとう。